運動の理解を深めるためにどんな本を読みましたか？だって、本は別に、まあ、大学の教科書を片っ端から読んだのと、でも運動の答えは書いてないので、運動は自分で考えました。運動って何だろうっていうところから自分で考えました。人の本読んだって答えは書いてないんで、自分で考えるのが一番いいですよ。運動とかスポーツは本当に自分でこの競技はどんな能力が必要で、どういう能力があったら他の人にこの勝負で勝ちやすいかっていうのを一番正しく考え出した人が多分強くなる可能性があって、で、それを一番積み重ねられた人が勝つので、自分で考えるべきだね。人の本読んで真似してるうちは、もうその時点で一番上達するとは限らないと俺は思うんだけどな。今まであったものをさ、やっぱり超えていったりとかさ、変えていったりするのがスポーツの楽しみだから、今までやってきた人、昔の人の何かを読むとか、そんなことよりも、今一番強いやつに話聞きに行って、あとは自分で考えるっていうのが一番いいんじゃないかな。まあ本読むのもいい時はいいと思いますけどね。知識がないんだったら、まずは本読むのもいいかもしれないですね。百獣の王国武井壮のケイジョンチャンネル始まるよ。